マリンパッパです。はい、今日の企画はいきなり予定を全部キャンセルしたらマナちゃんはどんな反応するのか見ていきたいと思います。すっぴんすいません。まあふーたちってさ仕事仲間兼友達でもあるやんか。だからまあ仕事以外にもプライベートの予定がいっぱいあるんよ。でまあその予定をいきなりごめんマナちゃん、やっぱ無理やわ。って言ったらマナミはどんな反応するんかなって。予定キャンセルってさめっちゃ腹立たん？結構無理なタイプやねん。てかもうみんな無理よな。もしかしたら、久々にブチギレマナちゃん見れるかもしれません。まあ、最近あの人ねあまりブチギレてないんで、久々にみんな見たいやろ。ブチギレてるマナちゃん見たいやろ。はい、じゃあマナちゃん電話したいと思います。はい。あ、もしもし。うん。今いける？全然。どうした？あのさ、うん。来月の沖縄あるやん。うん。ちょっとキャンセルでもいいかな。え？なんで？いや、あのダブルブッキングしてしまって。え、来週やで。せやねん。でもちょっともうキャンセルしたいな。何言ってんの？友達と旅行行くね。やばいやん。キャンセルってキャンセルを全部かばんで。あ、だから半分渡す。半分は何？自分の。そうそうそう。当たり前やろ。怖いな。で、普通にそっち予定変えたらいいやん。もうこっち予定組んでてんから。いや、もう無理やねん。てか、まず予約しててんから。そうやねんけど、こっちも予約してもうてさ。無理やねん、帰ることは。変更できひんからさ。こっちも変更できひん。せやんな。でもこっちも変更できひんねん。分かった。そう、ね、あとさ、うん、あのディズニーもあるやん。うん。それもちょっとキャンセルしてほしい。いや、からもそれもちょっとあの友達とディズニー行くからさ、ダブルブッキングしてもらってさ。分かった。そうだ。切られた。切られた、切られた。待って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 。こういう時の学びが一番怖いぞ。どうしようどうしようどうしよう。マジでマジでちょっと待ってちょっと待って。まさかの切られた。じゃあもう一回電話しますね。もう一回電話しますね。ただいま切れることができません。もう電話出えへんやつやもん。どうしよう。ちょ、ほんまはさ最後さ
テレビ電話してネタバラしようと思っててんけど、まあ、出ないんで明日ね、合流するんですよ、昼ぐらいに。だからその時にもうネタバラしようかな、しようかなってか、もうそれしかないよな。ちょっともう一回かけてみるわ、最後。全部キャンセルするドッキリでーす。え、待って、昨日の？そう、昨日のってこと？そう、だから沖縄もディズニーも行けるね、マラちゃん。ちょっと待ってドッキリです、行けます、いっぱい楽しまるから、向こうで。ガチ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 ちょっと怒ってた、ちょっと怒ってた。ちょっと待って、沖縄はさ、まだキャンセルしてないね。うん、ディズニー友達誘ってもらったちょっと待ってちょっと待って、ドッキリだ。え、どういうこと。ちょっと待って、友達誘ってもらった。うせやろ。え、ディズニーを違う友達と行くってこと。そう、なんでやドッキリやんか。待って、なんでなんで、フーがディズニー楽しみにしてた、知ってるやんか。なんで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 、ドッキリやんか、そんな。じゃあね、なんで昨日ネタバラしちゃうか。なんで金もきったやろ、そんな。あんたが一生電話出へんけ、着拒してたやろお前なあ。ちょ、もうダール普通に無理普通に無理それは無理やわ。なんでちょっとこっちが先約束してたやんか、そんなちょ、無理やってちょ、ドッキリやってちょ、ほんまにドッキリちょ、ドッキリやっぱよ、ドッキリちょ、無理それは無理やちょ、なんでシャッフルないって、なんでや、そっち断ってマジか。ちょ、断って、なんでディズニーフーが行きたいって言ったやん、しかもなあ、ほんまに。そんな意味わからんし、あんたいつもそんなパパ行動しいへんやん、だるいって。なん、誰と行くん。いや、それはしゃあないわ。誰と行くん。それはしゃあない、それはしゃあないわ。ってことで、まあ、2週間後か、3週間後か、3週間待つやんな、待つ、休みもらいます。ディズニー楽しんできます。普通にまた暇ない休みってこと意味分からへんけど、普通なアホやな、ディズニーのために休み取ったんだから。ほんまにアホや、ほんまに断ってな、お願い。それは無理や、断って。それは無理や。